さあジュニア選手連覇なるか、2戦開幕連続優勝なるのか。しかし予選は12番手、ちょっと低い順位ですけども、ここから追い上げるのか、道徳の教科書に乗ってしまうのか。さあジュニア選手のドイツグランプリニュルブルクリング、あとちょっとスタート遅れだ、ちょっとスタートが遅れたが、どうだ、隣にはロータスがいる。ロータスさあファーストコーナーに集団で、今雨の中ちょっと水しぶきがすごい、あー、いきなり大混雑、いきなりファーストコーナーで地獄、やーグレイヤールリタイヤ、いきなりワガちゃん何がない、あー、いきなりファーストコーナーですね、ファーストコーナーでハプニングです。ファーストコーナー一線追根突っ込みましたね。今度雨でね、前が見えない中突っ込みすぎですね。あと、アルボレイツ、さあ今日はアグリさんが、予選落ちですからアルボレイツしかいないフットワーク、それを華麗に抜いてきました。さあファーストはポールポジションがマンちゃん、セナシューマハと続きます。さあシューが3位、ベネトン勢好調、ベネトン勢シューマハ、さあもう一人の開幕、おっとオラコラというスピードが伸びてなかったが、ここで6速まだ入りたい、6速入れ、まだ6速入れ、54秒で今入ったら、あ、やっぱり SI の方が良かったかな、 SI の方が良かったかなというジュニア選手の声かなのか、SI の方が良かったかなという声がありましたけども、さあメカニックの声でしょうかね、ジュニア選手の声ではないですね。さあトップセナに変わりましたね。セナとバンちゃんはどうですか。はい、セナとバンちゃんで1対1です。はい、やるくです。危ない危ない、危ないという声。さあアグリさんを抜きましたね。アグリさんじゃない、アレジです、アグリ考え方、はい、応援ファクト読んで27歳を得る、はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、雨のジュニア選手は勝率悪いですけど大丈夫でしょうか。43歳の主婦の方、ジュニア選手雨の中大丈夫、15歳の男性の方、雨で滑るなんて受験生で僕には言わないでください、はい、ありがとうございます。18歳の、男性の方、僕も受験生で滑るなんて言わないで、はい、ありがとうございます。15歳の、男性の方、僕の代わりにジュニアが滑ってください、いえ滑りません。あざらおらーというアレジの声、危ない、ギリギリです、危なかった、いやスリップスリップで抜けるのかと、危ない、ハッキネンに当たったのか、ハッキネンか、今のはハッキネンか、さあそれともジョニーハンバートか、ちょっとどうにか分かりませんけども、まだちょっとこれ6速が失敗だったか、6速じゃない、ハイが失敗だったか。さあアレジまだスリップスリーム、危ない、スリップスリームやめろって言ったんだろ、スリップスリームやめろって言ったんだろって、あのベネトンのあのあれですね、メガニックの声が来ました、スリップスリームやっちゃいけない、危ない。さあここで5本抜かれ、ちょっとねやはりね、これギアあとキエザリタイヤ、キエザリタイヤ、タルキーニャ好調ですけども、キエザリタイヤ、キャーダンナー、キャーダンナーという声。さあトップはマンちゃん、2位がシュマハ、ジュニア選手はコンマ差で10位、残り13周、まだまだあります。ちょっとジュニア選手、ここは雨の中ですからね、雨のジュニアということでちょっと不安ですけども、開幕連勝を狙うジュニア、いきなりアウンカー、さあ前来た、オッケー、さあベンチリを抜かして2番手上がって8番手、前はタルキーニがいる、あと7番手誰でしょう、おやげちゃん7番手誰ですか、7番手分かりません、はい、ありがとうございます。マンちゃん今通過、シュー、セナ、ベルガー、さあどんどん通過して、結構遅いですね、結構離れてる、トップ集団とかなり離れてます、かなり離れてますね。なあ2秒3、前カペですね、カペリウクルシア、フェニックスじゃないや、フェラーリに挟まれてあるジュニア選手、なかなかスピードが最高速が伸びませんね、まあ、雨の中ということでね、雨のレース、あ、シュートップ、さあベネトン勢2戦連続ベネトン勢が優勝なのか、さあシューマハがトップ、さあカペリに追いついてきたジュニア、今カペリを捉えるのか、スリップに入るか、スリップ入れない、さあ来い、今私もテレワークでね、ちょっと見えないんですね、あ、そうですか、
さあ12センチ今カペリを捉えるか捉えるか、さあ捉えた捉えた、おらおらしカペリのどこ、さあ前のタルキートの2秒差2秒差2秒差、さあポイントゲン、さあマンちゃん来たマンちゃん来た、マンちゃんがマンちゃんが来ました、マンちゃんが来てマンちゃんで、マンちゃんと周の差は何秒ですか、いやもうマンちゃん団子です、マンちゃん周正な団子で団子です、ありがとうございます。さあタルキーニ捉えた、タルキーニ捉えて6番手、さあ前はセナだ、前回リタイアのマンちゃん、開幕戦まさかのリタイアでした、セナマンちゃんバトルエーゼ、ウィリアムズで2年連続3年連続コンストラクターと狙うウィリアムズとしては絶対に落とせない、このレース今セナが通過、セナが通過として25歳の、ニュルニュルですね、ニュルニュル、あとエリコマスリタイア、コマスリタイアです、コマス何がありました、はいコマスはスリップです、ああだいぶセナとは差がある模様ですが、どうだ15秒の差をどこまで縮められるのか、これ注目ですね、ここから縮めたらどこどこの教科書ですね、もうどこどこの教科書選定委員会がこの15秒差を逆転したらもうどこどこの教科書待ったなしだと言ってました。さあシューがまたしてもトップ、ベネトンのシューがコンストラクターのためにはジュニア選手もいいポイントを取っておきたい、いいポイントを取っておきたい、コンストラクターズポイントのためにも優勝のためにもジュニア選手悲願のコンストラクターズ、さあ2位がマンちゃんだマンちゃんだ、さあ応援ファクトリー今シュー頑張って、どうや地元にシューで頑張って、はい地元の人、はいありがとうございます、地元の人からの応援ファクス、ドイツグランプリ地元でシューが優勝を飾れることができるのか、さあ今セナとの差はさっき13秒でした、40ベストラップ来た、ベストラップで13秒3縮まった、さっきの13秒69、さあミハイル OKOK、 ミハイルの今日は援護するぞと言いました、ジュニア戦ミハイルの援護だと、ハイアルグです、 F1 グランプリ in ジャーマニー、もうジュニア選手はもうあのシューのね今日は援護射撃をするぞと、援護射撃の達人ジュニア選手援護になっても OK だと言ってました、今シュー通過、シュー早いトップ独走、まだジュニア選手はまだコーナーのコースの中盤戦を走っている、いやパトレーゼセナ、パトレーゼとセナほとんど差がない、差がない、あとは差がないんでどうでしょう、まだまだかなり差がある、かなり差がある、6速に入らない、さあ何秒だ、4あダルボレートリーだよ、14秒、1秒広がってますね、一瞬広がってる、広がってる、ここで広がってるジュニア選手、ここで広げられてはいけない、ここで広げられてはいけない、さあウィリアム勢が、あベルガーに行きましたね、ベルガーに行きました、ベルガーに行きましたね、オーバージュニア選手ベストラップ39秒台で行かないとちょっと厳しいか、39秒台で行かないと厳しいか、あとはピット効果でタイヤ効果ですね、タイヤを効果してくれるかどうか、おやかちゃん、あの各チーム上位チームタイヤ効果しますか、あ今しましたよ、セナが閉めてます、あそうですか、セナが来た、これはチャンスです、手間取って今復活した、さあ手間取って何秒だ、4秒3縮まった、一気に縮まりましたね、一気にここで縮まって、はいよいしょ、 F1 グランプリ in ジュニア、あジュニアじゃないジャマニー、さあ上位陣はあとは5台がまだ、あ4台ピットしていますね、ウィリアムズ、そしてシューもまだピットはノーピットですね、シューはノーピットですか、あベルが入りました、ベルが入りました、マクローレンズは2台ともピット、さあどうだ、ここで上位陣との差がなくなってくるのか、上位陣との差がない、さあどんどん来い来い来い、ベルが縮まってきた、ベルが、さあベルガが、マクラーレンとウィリアムが入れ替わりました、入れ替わって、さあセナとの差が1秒差、来たさあ一斉に来たゴール来ましたね、もう盛り上がります、ドイツのツイッター落ちました今の、来たーで、ドイツ来たーでなんて言うんですか、わけちゃん私ドイツ人じゃないんで分かりません、はいありがとうです、ドイツ来たーって言いましたね、もうグルテン方言でしょうか、グルテン方言、さあ来た来た、セナ捉えた、すごい、さあベルガーとの差、さあシューガトップ、シューガピットですね、シューピット、さあマンちゃんピット、一斉にピット、パトレーザーのピット、パトレーザーは次の週か、やはりマンちゃんが先にピット、パトレーザーは次の週か、さあパトレーザーがトップに立っている、パトレーザー、しかしここで一気に差を縮めている、縮めた男、さあ
ちゃん、いや、ベルガ、え、ベルガ、ベルガと6位、6秒差、え、マンちゃんじゃないの前、ま、どうですか、我々どっちですか、マンちゃんじゃないですか、マンちゃんじゃないですかって、どっちですか。さあ、表示は今、ベルガとの差になってましたけども、表示はベルガとの差になってました、どうでしょう。さあ、6秒差、ワンちゃんピットアウト、あ、そうか、 ピットに出て、入ってましたからね、ピットアウトで差がなかったということでしょうか。さあ、ジュニア選手追い上げ体勢、追い上げ体勢、さあ、バトレーでタイヤ引っ張って、ここでバトレーでピット、ワンちゃんジュニア来た、1秒差、もうワンちゃんと、もう来た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 、4番手4番手、表彰で見てきた、表彰で見てきた、シューもトップになっている、これまたしても、またしてもペルトン勢が、ベネトン勢がいい位置、いい位置。さあ、ベネトン、今年のベネトンは、あっと、タルキニリタイヤ、タルキニ、序盤で6番手まで上がっていたタルキニリタイヤ、何がありました、おやけちゃん、スリップです、スリップ、ストレート、おら、やめろ、おら、おら、やめろ、おら、っていう、ベネトンのスタップ、さあ、周回遅れに怒号を浴びせる、周回遅れに怒号を浴びせて、さあ、またしても、またしてベンチリ、ベンチリ、来い、ベンチリ、ベンチリ、出せよ、あ、出せ、あ、ベンチリ、ベンチリ、さあ、ベンチリという、ファンの声。ベンチリーでフェンスバイ、ベンチリーファンでしょうか、ベンチリーのファン、あ、どこへ、おら、セナ、おら、セナがちょっと荒ぶっていた、荒ぶるセナ、ベルガー、ワンちゃん、さあ、もうここさん、ワンちゃん来た、ワンちゃん来た、ワンちゃん来た、正々堂々、クリーン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 と叫びながら、抜いてきました、ジュニア、さあ、まさにクリーンなオーバーテイク、これぞクリーンオーバーテイク、クリーンオーバーテイクの違反、さあ、残りはベルガーと、さあ、ベルガートップだった。ベルガートップになったが、ジュニアが追っかけてる、さあもうベルガーもう気が利かない、後ろにベネトンが、ベネトンが、ベネトンがもうビハインド、ベネトン、ベネ、ビハインド、ベネトン、ビハインドジュニア、さあ、ビーキャブル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 という、もうベルガーの声が来ました、さあ、シューマハ、シューマハがまた抜いて、もう一進一退、さあ、さあ、これが来る、ベルガー、さあ、ベルガーとサイドバイサイド、ベルガーと、ベルガースリップスリーム、あ、スリップスリーム、スリップスリー抜けてた、抜けてた、スリップスリーから、すごい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 バトルだ、さあ、シューバトル、初ワンツーなるか、ワンツーワンツーワンツー、さあ、ワンツーゴール、ワンツーワンツー、さあ、ドイツ語でワンツーワンツーと言ってる、ごめんなさい、ドイツ語でゴールですよね、ワンツー、はい、ドイツ語でワンツーと言ってます、ドイツ語のワンツーじゃない、ワンツーワンツー、ドイツ語ですよね、はい、それだ、ドイツ語です、ドイツ語でワンツー、あ、シューマハ、シューマハが、シューマハが抜いて、さあ、開幕戦で連勝なのか、さあ、シューマハが母国でジュニアに勝ちを譲ってしまうのか、さあ、かか勝ちを譲ってしまうのか、ワンツーかい、ワンツーかい、ワンツーかい、あー、ちょっと、ほら、なん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 だ、すごい、すごいコートになってる、なんということだ、なんて、ちょっと、周回遅れも邪魔、邪魔、邪魔、なんで、なんで、なんで、すごいことになった、ここでファイナルラップ、なんだ、なんだ、なんだ、ジュニア戦にトップを独走するのかと思った、一気に行かれた、いやー危なかった、ちょっと油断ですね、油断大敵、ここでベルガーとワンちゃんが1位になって、ニュルニュル、さあ雨でまた波乱が、ジュニア戦開幕連勝が途切れてしまうのか、危なかった、さあシューマン抜かれて、さあほらワンちゃん、ほらワンちゃんとベルガーがどこに行ったんだ、油断大敵、さあ、来い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 、マンチャまだか、マンチャ、さあ、マンチャがトップに立っている、マンチャが逃げ切るのか、ジュニアは必死の泳ぎ、来た来た、ほらー、あー、マンチャまで届かない、あー、くそなんてことだマンチャ逆転優勝、うわー、まあもうシュートワンツーだったのに、完全にワンツーで油断してた、いやもう一周あれはまた逆転だった、なんだあそこの、スリップストリーム入ってたのかな、いやーこれは熱いドラマでした、ワンちゃん逆転優勝、ワンちゃん開幕戦リタイアの恨みを晴らすがごとく、ここでしかしベネトン勢またしてもポイントゲット、まあもうワンツーのチャンスだった時にね、惜しいですね、ピットからの情報なかったですかね、ちょっと雨でね見えなかったんでしょうかね、いやー固まって団子で抜かれましたかね、ダブルで
シューマッハとこれもう密度がもう3もう6密でしたね。もう最後は前のラップは、いやジュニアはもうマンちゃんもね手を挙げてますよ。ジュニアのいやマンちゃんすごい走りだったと、いややられたよマンちゃんの。39秒36でしたね。39秒36、雨で、はい、いやクリーンなしかしレースでしたね。あとジュニア選手マンちゃんの手を挙げてますね。ジュニア選手がマンちゃんの手を挙げてます。素晴らしい走りでしたが、ここはマンちゃんに勝ちを譲りました。マンちゃんの執念が上回りました。マンちゃんこの野郎、ここ手を挙げたんですね。マンちゃんごめん。ジュニア選手が16ポイント。まだまだね、わかりません。マンちゃん開幕戦リタイアでしたが、10ポイントをしっかり取ってジュニアをぴったりと、またしてもまたしてもジュニアとマンちゃんの争いになるのか。しかし今回はベネトン・シューマハも7ポイント、ベルガーも10ポイントと続いております。右京さんの1ポイント光りますね。右京さんの1ポイント、あベネトントップです。23ポイント。グリーンは一概に定義できないと閣議決定。はい、ジュニアさん見事なレース展開でしたよ。これでドライバーズポイントに6点プラスされましたね。次回も頑張ってください。ダラーラの監督がまた来ました。ダメですか。はい、失礼のないように断っておきます。もうまた来ましたよもう3度目ですけども、はい、ダメですか。土下座してますだそうですか。はい、失礼のないように断っておきます。ミナルディの監督がまた来ました。2度目です。3個の例、ダメ3個の例、3個の例ですよ、はい、今断りましたよね。ダラーラ